まるまるに言葉を入れて短文を作りなさい。今回は富山かすみちゃんバージョンです。それでは行ってみましょう。どうぞ。立ちつて富山かすみ、シンプルにじわる。僕よく夜にセブンイレブンに行くんですけど、カニパンっていつもほぼ売れてないんですよ。数ある美味しそうなパンの中からカニパン、長い、ただ長い。かすみどこ行った。頑張るぞい富山かすみ。確かに似てるわ。あとどうでもいいけど、単純に青葉ちゃん可愛いな。八百屋で売ってた富山かすみ、どういう設定で話しとる。野菜買いに来てお前富山かすみちゃん売ってたらびっくりするわお前。それ誰も買わんわ。安いよ安いよ富山かすみ。どういう商売しとん。さっきの八百屋さんやないかこれ。魚沼さん富山かすみ、なんでだろう、背景に米が見える。富山県富山市富山かすみ、なんかもう住所みたいになっちゃった。俺の嫁富山かすみ、客観的に見てこういうやつが一番痛いよね。マーシーの嫁富山かすみ、痛たたたたた、なんか全身が痛いよ痛いよ、なんでこんなに痛いんだろうな、痛いよ痛いよ。伝説の富山かすみ、マジで手に入らないよねこれだけね。星になった富山かすみ、君のことは忘れない。永遠の富山かすみ、永遠に。近所で見つけた富山かすみ、ここまでネタにされるともはやすがすがしいよね。拾ってきた富山かすみ、返してらっしゃい。富山かすみは富山かすみ、数式で言うとこうですね。ありさの富山かすみ、まあ控えめに言って尊いよね。やりたい富山かすみ、やりたいやりたいやりたい、ライブがやりたい。高砂の小野辺の桜先に蹴り、富山のかすみ。肩崩れしない富山かすみ、こちらはもうガルパ七不思議ですよね。すべての始まり富山かすみ、急に漂うなこの伝説感が。でもね、こんなにネタキャラになってるけれども、みんなガルパを始めるときに最初に見るのはかすみちゃんだからね。